スコット軍はアメリカ合衆国入りの一州に位置する軍である。2015年現在、人口は5092人である。ここの軍庁所在地はウィンチェスターである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積655平方キロメートルである。このうち650平方キロメートルが陸地で5平方キロメートルが水地域である。 総面積の0.73%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口5537人、2222 22世帯及び1562家族が暮らしている。人口密度は9平方キロメートルである。4平方キロメートルの平均的な密度に2464件の住宅が建っている。 この軍の人種的な構成は、白人99.46%、アフリカン・アメリカン0.04%、先住民0.14%、アジア0.13%、太平洋諸島系0.00%、その他の人種0.04%、および根結0.20%である。ここの人口の0.18%はヒスパニック、またはラテン系である。 この群内の住民は25.10%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.80%、25歳以上44歳以下が27.30%、45歳以上64歳以下が23.30%、および65歳以上が16.50%にわたっている。中央値年齢は38歳である。 女性100人ごとに対して男性は93.30人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.00人で、ある。この群の世帯ごとの平均的な収入は36,566米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は42,924米ドルである。 男性は3万99ベイドルに対して女性は2万1385ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は1万6998ベイドルである。人口の9.70%及び家族の6.50%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の13.10%、 および65歳以上の6.30%は、貧困線以下の生活を送っている。Find, A-County, National Association of Counties, http://www.naco.org/.counties/.pages/.fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧 アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー、inder, Bureau, http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。